コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌、三上博克 GM とともにお送りします。三上さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ今日はスタジオから生放送でお送りしていきます。コンサ GV です。三上さん、今日はリスナーさんが、はい、はい、このスタジオ見学に、そうですね、はい、見学してきてくれて嬉しいですよね。初めてですね、こうやって、はい、あの以前この番組でもお話ししましたけど、はいはい、リスナーの方が何人かね、終わった後に声かけていただいたり、はい、声かけていただいたりとかってあったんですけど、はい、今日はわざわざスタジオまでね、もう、リアルタイムで目の前で、はい、聞いていただいております、はい、さて今週の、そして先週の、コンサドーレ関連の話題をいくつかピックアップして今日もご紹介していきたいと思いますが、まずはディフェンダー背番号3番馬場誠也選手が現在第19回アジア競技大会アンダー22日本代表メンバーとして参加中ということで、こちらビクトリーネーム T さんからメッセージをいただいているので、はい、こちらからご紹介していきたいと思いますが、アンダー22日本代表馬場ちゃん、キャプテンの連日の活躍嬉しく見ています。ところでクラブの SNS では特に応援発信などされていないようですが、何か大人の事情があるのでしょうか。三上 GM が以前この番組でおっしゃっていたパリオリンピックの代表になれる逸材ぶりを今後の試合でも発揮し、自信をつけて帰ってきてほしいです。なまら応援していますという応援メッセージ込めて T さんからいただきました。はい、ありがとうございます。メッセージ、うん、本当ゲームキャプテンとしてね、ここまでのゲームこうかなりこう頑張ってるなって思ってます。で行く前ね、当然彼の中ではこう我々のチームでのリーグ戦いうのがあった中で、はい、うん、本当に最後の最後までこう悩んでたんですよね。実はその代表に自分がチームを離れていっていいのか、はいはい、でもこれは名誉なことでもあるし、自分自身のパリ五輪っていう目標を達成するためにも、うん、今回は頑張ってこいと、予定通りと、うん、でチームはチームで本当に厳しいね、状況ではあるんですけども、はい、聖夜のねいない分をみんなで本当に補いながら頑張るから、お前も今自分のできることをやってこいと、うん、具体的にはきっとうちでは、まあ、馬場は皆さんご存知のようにボランチでね出る機会が多いと思うんですけども、はい、パリ五輪って考えた時には今選出されているようなメンバーとかを見るとね、はい、僕と馬場と聖夜の間の中ではセンターバックが一番チャンスがあるんじゃないかって実は思ってたりしてるんですね、はい、そういった意味でも今回の大会を行くことによってセンターバックとして監督にね、うん、アピールできるっていうことと、もう一つは本当ゲームキャプテンやるぐらいの気概を持ってやってこいと言って実は送り出してた中でね、そうなんです、まあ、まだあの予選とはいえ、はい、それをしっかりとね、はい、彼が、まあ、キャプテンっていうのはね、監督が選ぶものなんでね、はい、彼がどうこうってことは、まあ、ないんでしょうけども、はい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 、しっかりとキャプテンマークを巻いてね、いやそうですよね、ゲームキャプテンをやりながらかつ、まあ、最終ラインでねしっかりと今求められていることもこうやってくれてるなっていう風に思っているので、はい、まあ、改めてねあのチーム本当今もまだ厳しい状況ですけども送り出してね、うん、よかったと思ってますし、はい、彼のこの経験ねこのメッセージにあるように自信をつけてねまた帰ってきてもらえれば残り数試合彼の力も借りてね、うん、またうちとしてもこう頑張っていきたいなっていう風に、まあ、思ってます、はい、あとメッセージにあったその応援発信、はい、あんまり少ない
多くないですよねっていうことに関してはこれね難しくて、まあ代表期間中はもう代表のこうルールの中でね、はい、まずやっていくっていうことなので、実はどこのクラブもなかなかその応援宣言じゃないんですけども、はい、情報発信っていうのがね本当なかなかこう限られた試合結果だとか、そういったものにこう限られてしまうっていうまず要因があるという状況はあってですね、なかなかこう難しくて僕ら気持ち的にはねクラブとしても職員、まあ、当然残ってる選手スタッフもね、一喜一憂しながらこう見てはいるんですけども、なかなかそれをねクラブとしてこう発信するっていうのが、まあ、規制とかルールとかいう、そういったものはあるの事実としてあるという状況ですね、はい。いずれにしてもこのババちゃん実際送り出すクラブとしてももうキャプテンをやる思いで臨んでこいって送り出して結果、しっかりとその代表としても信頼を得て、はい、キャプテンマークを巻いてここまでグループステージこれ日本首位突破が決まりました、はいはい。で次の試合なんですけど今日です、はい、9月の28日木曜日ラウンド16ということでアンダー24ミャンマー代表と本日日本時間で20時30分から、はいはい、試合が控えておりますので、まあ、引き続き、もう本当にこの代表として実力をつけてぜひとも上を目指して、ね、戦っていってほしいなと、はい、そうですね、はい。いやー本当にねこういう日の丸を背負って戦うコンサドーレのこうブランドで戦っている選手っていうのがやっぱり我々サポーターとしては、はい、めちゃくちゃ嬉しいので、そうですね、まあ、やっぱ本当彼の活躍っていうのはチームの選手もね、僕らも含めてやっぱ刺激になりますし、はい、まあ、余談じゃないですけど一方で昨日金子拓郎がね、怪我明けで久々にザグレブのリーグ戦に出て、はい、まあ、映像ちょっと僕は深夜ね、はい、見ながら4対1で3得点ぐらいにね絡むような活躍をこうしてくれていてね、そういったものも含めてやっぱ大きな刺激になりますし、チームの成長にこうつなげていきたい、はい、つながっていくなっていうふうに思ってます。なんでねこの今世界でそれぞれの立場で活躍を見せてくれている選手たちの応援もね引き続き我々サポーターとしては楽しみながら、はい、そして我々の戦いも続いていきますので、はい、ここからはクラブのお話になっていきます。まずは先週行われた試合です。9月の23日土曜日16時キックオフ J1 リーグ第28節名古屋グランパスとのアウェーゲーム、こちらスコアは1対1のドローゲームと、はいはい、なりました。まあ、こちらの試合はまず三上さんの方から。そうですね、はい、まあ、チーム状況としてねまだこう波があって、いい時と悪い時っていうところで言うとどちらかというと悪い曲線を、まあ、描いている中で踏ん張らなければいけないっていう僕らにとってはゲームだったと思ってます、はい。でこの番組でもねお話した通りその前節である、まあ、湘南戦のホームゲームで得た課題、これをどうクリアしてこの試合に臨むんだと対する名古屋さんはね、まあ、ホームであるということと、このゲームに勝つとさらにまあ上位進出がこう見えてくるっていう中で、ただ名古屋さんとしてもここ数試合あまりうまくはいっていないっていう状況で、やはりお互いそういった流れを変えたい大きな一戦だったと思うんですね。でじゃあ僕らはどういうふうに考えたかというと、その湘南戦でできなかった、まあ、じゃあなぜできなかった部分、まあ、仮説でっていうことで前回の番組でお話ししましたけども、はい、じゃあ例えばセカンドボールをどう拾うんだ、拾うためにはポジショニングをどう考えればいいんだというようなことを1週間詰めながらね、やってった成果もあって、ゲーム自体はね、すごくいい感じでこう進めていけたなっていうふうに思ってます、はい。要するに前節までの課題っていうものを改善しながらね、自分たちのサッカーっていうものをこう表現できてたかなというふうに感じていたんですけども、まあ、一方で一発でねやっぱりその失点をしてしまったっていう中でこうゲームとしてはまた難しくなる、はい、ゲームだったなとも思ってます、ただ最終的にね、追いついて最後できれば勝ち越してっていうところまで持っていきたかったですけども、はい、まあ、アウェーという状況含めまた当日すごい、お客さんが入ってたんですよね、はい。聞いたところによると、まあ、名古屋のトヨタスタジアムは今年ホームとしては最後のゲームだったらしくてですね、まあ、本当3万6千人ぐらいの方に来ていただいて、ただそれに負けないぐらいですね我々のそのサポーター、数でいうと多分1000人は超えてたのかなって思うんですけども、
彼らのその声援っていうものも非常に大きくてですね、はい、まあ、僕らチームとしては非常にいい雰囲気の中で、その課題にあったものを改善しつつ、いい雰囲気でこうやれたなと、いう部分で、まあ、結果1対1、まあ、満足はしてないんですけども、はい、大きな意義のある試合だったなっていうふうにはこう思っています、はい、これからのこの戦いによって、ここの得た勝ち点1っていうその価値は、はい、さらに変わってきそうですね。そうですね、もう単なるこの勝ち点1ではなくてね、残りのゲームに対して向き合っていくものスタイル含めて、はい、こう一つ見えてきたなっていうものはチームの中にちょっと感じているものがあるので、それをねしっかりと表現しながら、はい、一番大切なやっぱり結果につなげていく、その割合をどれだけ高めていけるかっていうところをこだわってやっていきたいなというふうに思ってます。次節です。9月の30日土曜日13時キックオフ、 J1 リーグ第29節柏レイソル戦、こちらはホーム札幌ドームでの試合となります。今週もう明後日に控えてますが、はい、この試合にかける思い、はいはい、まずチーム一丸となってどれだけ戦えるかっていうまずゲームになると思ってます、皆さんご存知のように、まあ、前節でね、はい、累積含め、何人か、まあ、サスペンデッドで、次の試合が出れないという中で、逆にチャンスになる選手っていうのが出てくる中で、どれだけ同じようなその課題感を改善したものを表現できるか、まずはそういうゲームだなっていうことと、まあ柏さんというとね、つい最近のところで言うとタイトルを目指すという中で一つのターゲットにしていた天皇杯っていう大会でね、残念ながらまあ力負けその時してしまったっていう対戦相手でもありますから、これはまあリーグ戦というまた別な大会ではありますけども、やはりその悔しさ、当時対戦した時に表現できなかったものをこのリーグ戦という中、そして札幌ドームというねホームの中でまあ表現して、勝ち点というものをしっかりと上げていきたい、そういうふうにこう思っています。はい、まあ、今週末試合、リーグ戦残すところ今節含めて6試合ということになりました。はい、で割合を見てみるとホームゲームかなり、ね、多くなっているんですよね。はい、これはもうチームにとっては非常に大きな、ね、アドバンテージだと思ってますので、しっかりそれをやっぱり結果に、ね、つなげたいですね。はい、で柏戦はアイプランラブ&サンクスマッチということで、さまざま試合前のイベント特典なども、用意されているゲームとなっておりますので、はい、今回キックオフ時間13時です皆さん。はい、はい、ね、いつも14時のゲーム多いですから、ちょっと早いですけど、間違いのないように、はいはい、再選考会場は10時からになっておりますので、はい、ぜひ皆さん会場でまずは今週末リーグ戦第29節柏レイソル戦、結果を期待して応援していきましょう。さあ、そして番組最後に触れたい話題が、昨日クラブから正式にリリース発表になりました。ミッドフィルダー背番号44番小野伸二選手が今シーズン限りで現役引退をするということで発表になりました。はい、こちらについてもビクトリーメッセージをいただいているのでご紹介したいと思います。はいはい、こちらビクトリーネームをいったもめんさん、天才の引退泣きそうです。話せるタイミングで構いませんが、チームとして小野選手の引退決断までの経緯、そして今後の進路などをぜひ三上 GM のラジオで言及いただけると嬉しいです。ああ寂しい、最終戦札幌ドームに行きますといったもめんさんからメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。まず本人の、ね、強い意志として、まずはその残り3ヶ月弱、はい、今シーズンが終わるまではもう選手として本当に集中してやりたいっていうのがまず彼の気持ちとして非常に大きくあるということから、はい、まあ、一旦今季限りでの現役引退というものを昨日発表はしましたけども、はい、最終的な彼の、ね、その思いを皆さんに届けていくというのは最後の、ね、はい、ホームゲーム終わって以降という形になるのかなって思っているんですけども、はい、まあ、その中でまあ話ができる範囲の中で、ね、その経緯なんかで言うと、はい、まあ、正直ここ数年、ね、彼の中では常にやっぱり考えてたことだなって僕自身は思ってます。毎シーズン終了したタイミング
ックでね、はい、きちんとまずはあの自分の気持ちに向き合って、体に向き合って、その中で、現役続行するかどうかっていうことをここ数シーズンはね、考えていました。で今シーズンに入ってね、よりそれを深くやっぱ感じるような、まあ、自分自身 その体のコンディションということがすごく大きくあったと思います、はい、うん、彼のメッセージにもあったように、彼の、ね、相棒である足がね、そろそろっていうように彼自身が感じたっていうようなところからね、最終的には彼のそういった決断に至ったんだなと、うん、で、まあ、僕の方にはね、数ヶ月前に、まあ、ちょっと食事をしながらね、はい、率直に彼の気持ち、当時の気持ち、うん、を聞かさせてもらって、全てにおいて、うん、シンジの、ね、意向っていうものを尊重していく中でね、僕らも応援したいなっていう風な話をしたということが一つと、仮にね、現役ということを引退するんであれば、やっぱクラブとしてはね、ぜひやっぱ関わってほしい、うん、それが彼のありたい姿、将来のありたい姿っていうものが、例えばクラブ経営とかそういったものなのか、指導者っていうようなものなのか、ディレクター的なね、ものなのか、アカデミーに大きく関わるようなことなのか、または今言ったようなことを複数持っていきたいのか、やっていきたいのか、いずれにせよクラブとしてはどの領域に対してもね、はい、彼の力っていうのは必要だよっていうことは、あの、しっかりとね伝えさせてもらった中で、はい、ただその時もね、あの、冒頭で言ったようにすごくありがたいクラブからの言葉だし、うん、まあ、自分もそういうことは考えなきゃいけないけども、うん、残り3ヶ月ここはもう本当に現役選手としてチームを勝たせるために、はい、うん、自分自身時間を送りたいと思っているから、また話をさせてくださいっていうようなね、ことでその時も終わっていて、まあ、昨日ね、自分の方から、はい、発表したという経緯になっています。はい、うん、まあ、この小野伸二選手としての、もうこのサッカー界、これも日本のみならず世界にその名を、そしてそのパフォーマンスで、うん、もうどれだけの人たちが気持ち踊らされたか、はい、で残りまだシーズン終わってません。本人は12月の3日に控える第34節リーグ浦和レッズ戦、はい、これ最後札幌ドームなんですよ。そうですね、ね、でまたこの古巣でもある浦和レッズの対戦、はい、まあ、ここまでの残り3ヶ月間は一トッププレーヤーとして、まあ、本人もチームとしてのパフォーマンスを、はいはい、見せてくれるということですので、新人、はい、の方はそのファンサービスとかね、はい、そういったことは当然今まで通りこう続けていく、変わらず、うん、変わらずやっていく。ただ引退後のね、はい、話については本当にシーズン終了後まではっていうことだったんでね、はい、皆さんもお忙しいと思いますけど、ぜひね、宮野さんの練習場だとか札幌ドーム等々にね、来ていただいて、本当彼のね最後の姿を焼き付ける、うん、または彼にいい話をかけていただく、はい、そういった中でね、彼も必ずそれをエネルギーにして、うん、最後悔いのないね、時間を過ごしてもらえるんじゃないかなって思ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、まだシーズンは続いていきます。あと3ヶ月リーグ戦残すところ6節、そこのね、これからさらにチームとしてどこまで突き詰めていけるのか、はい、まずは明後日です。9月の30日 J1 リーグ第29節柏レイソル戦、応援に札幌ドーム、ぜひ皆さんも足を運んでください。番組はコンソドレ YouTube チャンネル、コンソドレ TV、 各種ポッドキャストサービスでも配信中です。それでは今週はこの辺で、北海道コンサドーレ札幌の三上弘勝と新興三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。